南北朝時代にあの丘の部分に、お城を築いたのが始まりと言われて、2キロほど確認できるんですよ、小峰城の石垣って。そのうちの今回160メーターほど崩れたんですが、残ってる大半は結局江戸時代以来のものが残ってて、あの安心という意味ではコンクリートっていうのを選ぶんですけども、結局施工の仕方によってやっぱり地震の、ね、強さによってはこういうことも起こり得るっていうことなので、まあ、江戸時代以来の技法で直しましょうというのが今の、ね、考え。落ちたやつをこれを番号を一つずつ振ってってで、ね、1838番はここにあったことが分かりました。で1814番の石はここにっていうので今そういう作業。それで元に戻す姿があって、なおかつ今度問題はこういう状態になってますから、このまま再利用が可能かどうかの判断をして、で再利用できないってなれば、例えばこの石がここにあったものだとすると、これと同じね、加工をして大きさも同じにして、そして積み上げていく。大体で直してしまったら意味ないんですよね、結局ね。なんでこの姿でいいんだっていうこの根拠がないんで、ですからそういう作業はこれから。当たり前にあったものですので、当たり前にあるので、わざわざこう気にかけるっていうことが少なかったのが、この姿を見てね、結局やっぱりこのお城って自分にとっては非常にこうね、心の拠り所だったりっていうところに気づかれたっていうのは多いんじゃないですかね。とにかくこれから見ていただくっていうのだったり、それから、まあ、専門のね、いろんな方々の講演会を開いて、石垣の特徴だったり、石垣のこの積み方の技術だったりっていうのをこう皆さんにお伝えして、あとは修復にあたってはいろんなね、体験的なことも今後メニューとしては交えながら、まあ末永くあれですね、治るまでいろんな人たちにも関わってもらって、みんなでいろいろこうね、触れたり見たりして、でみんなでこう治したんだっていう、そういう思いをこう作り上げればなということで考えています。